校時代、僕のアルバイト経験上は楽しかった。ただ一つだけドライブインのアルバイトで朝からアサリを入れたんだけど、これは参った。まあ、5月だったからゴールデンウィークだから暑くはなかったんだけど、晴れていたんだけど、ドライブインの駐車場でやったんだけど、アサリを漁師さんが取れたアサリをお椀で測って、お椀と測りで測って、それで網に入れて、それで縛ると、何百グラム忘れたけど、その多かったら取って、少なかったら入れるっていう感じで、それを朝8時か9時から3時ぐらいまでやって、ひいひい言ったと。ただドッグハウスだからグッダイのカレーみたいな具がでかいカレーがね、昼飯食べ放題だったので、これは良かったと。でも3000半ばだったな。今恵まれてるね、安倍政権が、まあ、インフレーション、通貨膨張のおかげか知らんけど、ね、誰でも時給800円、これ高級だった僕ら時代はね、若い頃で、今6000円以上もらえるわけだからね、幸せだよ。もうそれ3000半ばでひいひいとか、4000いくらになったからそっち行けばよかったけど、まあゴールデンウィークはないからな、そのバイト。ということです。